はい、皆さんアロハ。ハワイチュア散歩をお楽しみいただいているでしょうか。今回はですね、アラモアナショッピングセンター内の植物を紹介したいと思います。相変わらずでかい鉢にですね、黒とそしてコルジリネアイチアカティーちゃんですね。やっぱりね、クロトン中心でかなり多いです。そしてこの壺、おお、皆さんこれもね素敵です。シンゴニウムですよ。シンゴニウムね、これかなり使われていました。アラモアナショッピングセンターはね、これだけぎっしり詰まったシンゴニウムの花壇見ないですよね。そして相変わらずこちらポトスと、奥にはクワズイモですね。ショッピングセンターの中だし、風もねないのでクワズイモも生き生きしてますよね。はい、バスに乗って今回はねどこに行くかというと、サンドバーといってですね、白い砂浜、そこに向け行っています。これ何気に森見ていますが、ちょっと待って、巻き戻し、これ分かります？木に巻きついているこの植物たち、フイリモンステラですよ。ちょっとね分かりにくいんですけど、そう、皆さんが何万円も高い値段で買っているフイリモンステラちゃんたくさんありました。日立の木にね似たこの木、なんの木ですよね。そんな木もたくさん植わっていて、やっぱパワーもらえます。はい、現地に到着。ちょっとね植物からは離れますが、これね皆さんに見せてあげたかった、めちゃくちゃ海が綺麗、ツアーでしかね行けない場所なんですけど、ワイキキビーチなんかもね綺麗なんですけど、これはね本当綺麗さが違うんです。行ってきます。このクルーズ船で30分ぐらい行ったところにあります。船内はドーナツ食べ放題、ジュース飲み放題、最高です。アロハかっこいい。寒い？寒くないでしょ。だからバナナボートに乗ります。面白い人。息子と二人で乗ったんですけどね、これはもうね楽しかったけど疲れました。もうおじさんにはね辛い辛い、必死です。海の透明度、そして白い砂浜にお魚ちゃん、これサンゴ礁ですよ。めちゃくちゃ綺麗でしょ。
帰りもね、素敵なミュージックで最後までおもてなししてくれました。はい、帰ってきたんでね、アロマのショッピングセンターの外をねちょっと回りましたけど、これ観音地区綺麗ですよね。ハワイでは観音地区もかなり使われています。上にはなんだろう、ハイビスカス、これもねクルシアに似てるんですけどちょっと違うんですよね。ケンチャヤシですね、これは。そして黒トリに愛知やった。もうね、これはね変わらないド定番です。どこに行ってもこの組み合わせは。でもね、この黒とも全然なんか違うピンク色が混ざってるみたいな感じなんですけど、そしてソングオブインディア、これもね定番です。はい、やっぱりねこう芝とかもね綺麗に管理されて、本当緑をね大切にされてるんだなっていうのはね思います。花がねこれ咲いてるんでクロトンとはまた違うんだろうなとも思いますけど、まあ街の至るところにね観葉植物設置してあります。やっぱり気候がいいからですね、何を置いても上手に育つんだろうなというところはですねあります。日本ではねこういうふうにいきませんよね。ブルースターちゃんに、これも、日本ではねちっちゃい鉢でよく売ってあるの見かけますけど、垣根になってます。アレカヤシ大きいですよね。あ、またご飯、これポケ、マグロが中に入ってます。そしてこちらはステーキとチキンかな。もう、ね、ポテトの量が半端ないですよ。もうお肉の下全部ポテトだからですね、お腹いっぱいです。ママさんがパタゴニアに行きたいと。トロリーに乗ってねホノルルの街の中へ行きましたけど、やっぱりバスの2階から見る風景も違いますよね。これねネムの木じゃない、でもお花が咲いて綺麗。そしてまた食べる食べる食べる皆さんすいません、緑より食事の方が多いという。でもね美味しかった、美味しかったんですよ。エビもパスタもお肉もロコモコも今日もお腹いっぱいでした。夜の街のね植物ちゃんたちも違う表情ですけど、トラノもね結構使われていますよね。そしてクロトね、そうだね、ライトアップされるとやっぱり綺麗ですよね。うん、プルメリア、炎と合います。お花がね今ちょうど満開でめちゃくちゃ綺麗でした。クロトン、クロトン、クロトン。そんなワイキキの夜でした。ではまた次回に。アローハー。